内ももを伸ばすと速くなる。こんにちは。本日は内ももの柔軟性を高めて皆様のランニングフォームを改善していきたいと思います。皆様は内側の太もも、内ももを走っている時に意識したことありますか？と聞くと大体の方がえ？っていう顔になると思います。あんまり内ももを使うって聞き慣れませんよね。でもランニングをする上で内ももをちゃんと使えるということは非常に重要なことなんです。でもこれ知らない人も結構多い。なので今回は意外と知られていない内ももの重要性とそれを使えるようにするエクササイズを紹介していきます。知っている人は少ないですが、間違いなく皆様、いやあなたが楽に速く走るようになります。ぜひ一緒に学んでいきましょう。今回内ももの重要性を説明する上で覚えてほしい言葉が2つあります。それは主導筋と拮抗筋という言葉、正確には言葉は覚えなくていいのですが、体の仕組みとして知っておいてください。主導筋とは関節を動かすときにメインで働いている筋肉、そして拮抗筋とはその反対側の伸ばされている筋肉というふうになります。例えば肘を曲げてくるこの動き、この動きメインで使われている筋肉は力こぶの上腕二頭筋という筋肉です。この時に逆側の上腕三頭筋、要は二の腕と言われている部分は引っ張られて伸ばされている、つまりストレッチがかかっている状態です。メインで動いている縮んでいる筋肉が上腕二頭筋、これが主導筋、そしてその反対側の拮抗するように伸ばされている筋肉が拮抗筋である上腕三頭筋です。つまり肘を曲げて力こぶに力が入っている状態の時、この上腕三頭筋二の腕は伸ばされているということです。この時にですよ、この裏側の筋肉、上腕三頭筋の筋肉が硬い、ストレッチがかけられない状態だとどうなるか、どんだけ力こぶの筋肉がギューッと頑張ったとしても、ここの筋肉が硬くて伸びない状態だと肘を力強く曲げてくることはできないんです。なぜならここの筋肉が硬くてストレッチがかけられないから。これは綱引きで同じ力で引っ張り合っているのと全く同じ現象なんですね。なのでこの力こぶをしっかり出したい、こんなからはここの上腕二頭筋、力こぶの筋肉を鍛えるのと同時に、この上腕三頭筋の筋肉をしっかりストレッチをかけてあげるっていうのは同じぐらい大切なことなんです。ではこれをランニングの着地に置き換えてみましょう。着地をした時の足の理想というのは、つま先、膝、そして股関節、ここが一直線になるのが理想と言われています。そしてこの一直線に保つために最も大切な筋肉、それはお尻の中殿筋という筋肉です。中殿筋はお尻にこのようについており、この筋肉の役割というのは足を付け根から大きく外側に開く、このような役割になります。そして着地をした時にこの中殿筋がうまく働いていないとどうなるか、着地をした時に中殿筋というのは先ほど言いました、足を外側に開くことが役割です。この中殿筋が働いていないということは外に開くことができない、つまり足がどんどん内側に入っていくということですね。この足が内側に入るということは、先ほど説明した理想のポジションが崩れてしまいます。このポジションというのは実は膝や足首というのを最も痛めやすいポジションなんです。なので着地をした瞬間にこの中殿筋が働くようにトレーニングをするということはめっくちゃくちゃ大事なんです。中殿筋を鍛える動画というのはこちらに準備しておりますので、ぜひこれもチャレンジしてみてください。さあ、お察しのいい方ならもうわかりますね。着地をした時に最も大切な中殿筋、この拮抗筋、つまりこの時に伸ばされている筋肉というのがこの内ももの筋肉なんです。つまりはいくら中殿筋をしっかり鍛えても鍛えても鍛えても、内ももの筋肉がカッチカチに固まった状態だったら着地をした時に中殿筋がうまく働いてくれないんです。なのでいくらお尻を鍛えても中殿筋がカチカチに固まった状態だと足が内側に入ってしまいやすくなります。なので着地にちゃんと安定感を持たせて強い蹴り出しにつなげていくためには、お尻をしっかりと鍛えると同時に内ももをちゃんと伸ばしてお尻を働きやすい状態を作るというのは同じぐらい大切なんです。先ほども言った内ももが硬いままだと綱引きの引っ張り合いになってしまいます。両方のエクササイズというのは同じだけ行うようにしてください。少し説明長くなりましたが、今から内ももの柔軟性のチェックと、そして内ももの筋肉を改善していくエクササイズを行っていきます。一緒に行っていきましょう。では早速内ももの柔軟性のチェックを行っていきましょう。まず足を軽く開いていただいて、つま先は少しだけ外、30度ぐらい外かな、それぐらい広げてください。そしてこのままお相撲さんのように四股を踏んでいくだけ。この四股を踏んでいくときにポイントを3つ見てほしいんですね。1つはしゃがんでいくときに膝が内側に入ってしまう、
こうすると膝を外に開くことができない、つまり内ももが硬くて膝を開くことができないんですね。膝が内に入る方はちょっと内ももの筋肉が硬くなっている可能性があります。そしてもう一つはしゃがんでいくときにつま先だけがどんどん広がっていく。これは膝を開きたいんだけど内ももが硬くて開くことができない、じゃあつま先だけ開いてやれってやってなんとか外に開こうというのをつま先でごまかそうとしてるから、これも内ももが硬くて起こることですね。そして最後は横から見た時にしゃがんでいく時にもう単純に下に降りることができない、単純に下に降りることができなくて腰がどんどん丸くなっていくから、これはお尻を下に落としたいけども落とすことができなくてなんとか下に行こう行こうと思って体ごとぐん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 丸くなっていくんですね。こういう方もちょっと内ももの筋肉が硬くなっている可能性がありますので、この3つ当てはまる方というのはちょっと内ももの柔軟性を高めるトレーニングをした方がいいかなと思います。そして理想、めちゃめちゃ理想ですよ。理想はつま先膝の向きがちゃんと同じ向きを向いたまま背中が丸くならないようにしてお尻を下までズドーンと閉じる方、要は和式便所に座るように下ろせる方というのは内ももの柔軟性、そしてお尻がちゃんと働きやすい状態になります。つまり和式便所に座るというのはめちゃくちゃいい股関節や内ももお尻のトレーニングになったんですね。なので皆さんこれからトイレというのはぜひ和式便所を探して行くようにしてください。それでは始めていきましょう。まずは内もものストレッチ、膝をついた状態で行います。そんな難しくありませんよ。股関節の下に膝をついていただいて、そしてこのままちょっと足広げましょう。この時にポイントはつま先が外を向くんじゃなくて膝の方が外を向く、そして足をちょっと内側、膝の内側をねちょっと地面に置くようにしましょう。そして手を肩の下に置いていただいて肘を地面に置きます。この肘を地面に置いた状態で腰が丸くなってしまうとちょっと内もものねストレッチの感覚弱くなってしまいます。なので肘をついてお尻を上に高く、ちょっと腰を反るような感じですね。ここからお尻を後ろにぐーっと引くとこの足の付け根のここのストレッチがかかる感覚があると思います。横から見るとね膝を開いて肘をついてお尻を後ろに突き出す、そうこの時に腰が丸くなってしまうとやった方分かると思うんですけども、ちょっとストレッチの感覚が弱くなるんですね。お尻を上にぐーっと向けて少し腰を反るイメージのままお尻を後ろにぐいっと突き出していきます。そうすると内ももの筋肉がものすごいストレッチかかります。でお尻を上に向けたままお尻を突き出す、あー伸びているなーっていうところで深呼吸を何回もしながら60秒間ぐらいキープするのもいいですし、こうやって前後ろ前後ろ、こういう風にして内ももの柔軟性を筋肉のゴムの収縮、筋肉のポンプ作用を使ってストレッチかけるとより効果が高くなりますので、こういう風にやっていただくのも全然 OK。 これ、動かすんだったら15回とか20回、そして秒数だったら60秒間ぐらいキープ、深呼吸しながら60秒間ぐらいキープすると内ももの柔軟性すごく高くなります。そして膝を開きますので中にはちょっとお尻の外側ですね、この辺ちょっとしんどいなとか使ってる感じがあるなっていう方全然 OK です。内ももが伸びるとさっきも言ったお尻の筋肉にスイッチ入りやすくなりますので、内ももも伸びてるしお尻も使ってる感じがするっていう方はもうバッチグー20丸です。ぜひねそれ続けてみてください。そして2種目目なんですけども、さっきのチェックでやった動きをそのままストレッチにしてしまいます。まあやり方簡単、つま先ね30度ぐらい開いて結構ね肩幅ぐらい広げましょう。そしてこのまま四股を下ろしていくんですけども、これね猫で OK、 大事なのは手のひらで膝を持っていただいてちょっと内側を求めるなと思ってください。で、掴んでもいいし、このまま膝をぐいっと外に広げます。そしてこのままお尻を落としていきます。ぐーっと、そうすると膝を開いて内もものストレッチをかけることができます。これウォーミングアップというか走る前のウォーミングアップ、直前にねこうやってぐっと腰を落として膝を開くだけでも走る前のウォーミングアップにもなります。こうやってねついてこんな感じでも OK。まあ、腰ね、できるだけ丸くならない方がいいんですけども、まあ、これはそこまで気にしなくてもいいかな。できるだけ背中まっすぐのがいいですけどね。この方がストレッチがかかります。そして背中の筋肉も働きますので、ちょっとね、姿勢の改善とかにもなりますけども、まあ、内ももだけ伸ばしたいんだったら、こうやってちょっと背中丸くなっても全然いいかなと思います。理想はね、理想は背中もしっかりぐっと持ち上げて、ぐーっ
位置とこのここの骨ありますよね、ここで押す。でできそうだったらね、余裕が出てきたら膝を開いた状態でちょっと左右に体重をかけてあげると、傾いた方の内ももがすごく伸びます。ちょっと硬くて下まで降りれないなっていう方はこれで全然 OK。 このままね、左右に体重をかければ十分伸びます。これもさっきと一緒で膝を開きますので、なんかお尻の筋肉も使ってる感じがするぞっていう方は全然バッチリ OK です。20までですからね。できれば立ってやっていただいた方がやっぱり実践とか走る動きに行きやすいので、この立った状態のストレッチもぜひやるようにしてください。そして内ももちゃんと伸びて、あ、伸びてきたなと思ったら足を開いてワイドスタンス、足を広いポジションのままスクワットを行います。やり方は両手胸の前とかに組んでいただいて、お尻をそのままスクワットのように落とす。で上に上げる。この時につま先の膝、先ほどと一緒ですね、つま先の膝しっかりと同じポジションを向けたままお尻を下に落としていきます。そして膝を開く時に内もも伸びている感覚、そして内ももが伸びると一緒にお尻の筋肉にスイッチが入っていれば OK。 注意点は最初のチェックとほぼ一緒です。背中を丸めないように地面、和式便所に座るようにしながらヤンキー座りを頭でイメージしてお尻を落とす。そして下で止まってあげると内もものストレッチやお尻のスイッチより感じやすくなります。1回2回3回こんな感じですね。これ理想の流れとしては、家を出る前に、着替えて家を出る前に最初にやった膝をついたストレッチありますよね、あれを行います。そしてあれを15回から20回とか60秒間行った後に着替えて外出ますよね。外出たら内もものストレッチ行います。2種目目にやったやつですね。そして最後に内ももとお尻にスイッチを入れるという意味でスクワットをじわーっと15回ぐらい行うことによってよりエネルギーの消費が上がりますし、そして走っている時の姿勢も改善しやすくなります。内ももね、伸ばすだけでびっくりするぐらいお尻の筋肉が働いてすごく走りが安定したという意見たくさんいただいてますので、ぜひね、ちょっとランニングフォームに課題感じてたのか、お尻がちょっとわからないという方はまず内ももから伸ばしてみることをお勧めします。約束します、絶対皆さんの走りは変わっていきますから。本日の質問はですね、坂ダッシュに取り組んでるんですけども、坂ダッシュがきつくて仕方がないから坂ジョグでも効果はあるのかといったところですね。ありがとうございます。坂ジョグで効果はあると思いますよ。そもそも坂っていうのはやっぱりね、上り坂になりますので、普通の平地を走っていくよりも筋力を使うんですよね。なので筋力の強化だったりとか、普通の平地をジョグするよりも筋力を使いますので、やっぱりそれだけね、筋肉を使って走るというところを強化する上ではすごくいいと思いますけれども、坂をね、無理やり走ったりするとね、さっきも言ったけどしんどいじゃないですか。坂ってめちゃしんどいと思うんですよね。なのでしんどいからフォームが崩れる。やっぱしんどかったらどうしても楽がしたいから、どうしてもフォームを崩して走っちゃいとか、例えばよくあるのが背中丸めて走ったりとか、下向きながら走ったりとかしちゃいがちじゃないですか。なので坂道っていうのはきつい分フォームも崩れやすいので、ちゃんと坂をジョギングする、そして坂ダッシュをする時もちゃんといつも綺麗なフォームをイメージして、いつも自分の綺麗なフォームで走るようにしていただければ、すごくね、坂ジョグ、坂ダッシュは効果があると思いますので、いつも綺麗なフォームがありきといったところを忘れない噛んだいつも綺麗なフォームがありきといったところを忘れないでください。いつも高評価やコメント本当にありがとうございます。皆様の高評価やコメント、こういった反応が僕が動画を作る励みになっています。ぜひ今日の動画も感じたこと、思ったこと、感想なんかがあればコメント欄にぜひともお願いいたします。コメントをするのが恥ずかしいと思う方たくさんいらっしゃると思いますが、ぜひね、何か感じたこととかね、質問なんかあれば遠慮なく質問コーナー放り込んでください。よろしくお願いします。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。まだチャンネル登録してなかったという方、これを機会にぜひともね、ポチッとよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンシェアしていただければ本当に嬉しいです。これからも皆様に役立つ動画配信していきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。